ブルージアーはアメリカ合衆国出身のスリーピースロックバンド。1960年代から活動し、後世に派生していくヘビロックサウンドのルーツを持つバンドの一つとして知られる。1968年デビュー当時のグループショットサンフランシスコを拠点に活動し、1968年にデビュー。サイケデリックロック色の濃いハードロック、ブルースロックで知られ、 主に1960年代後半から70年代初頭にかけて活躍したオリジナルメンバーディッキー・ピーターソン以外の流動的なラインナップでデビューから1971年までの4年間に6枚のアルバムを発表以降は散発的な集合離散を繰り返す13年ぶりのセブンスアルバムザビーストイズバック16年ぶりのテンスアルバム ホワットダズンとキルユーをリリースするなど、創作活動も継続していたが、リッキー・ピーターソンが2009年に肝臓癌で他界し、バンドの活動は終了した。1999年に初来日公演を開催。最もよく知られる楽曲は、エディ・コクラン、ザ・フーの曲をカバーした1968年のサマータイム・ブルースである。強烈かつ重厚なディストーションを聴かせた。 そのギターサウンドは、しばしばいわゆるヘビメタルの始祖の一つに数えられる。黎明期のロックならではの荒削りで、パワフルな合音サウンドは、他にも、パンクロックやグランジなど様々なジャンルに影響を与えた。同じ、西海岸のサイケデリックシーンを代表するドアーズのジム・モリソンは、ブルージェアを表して、これまで目にした最ももパワフルな、比類なきバンドと語っている。 なおバンド名のブルーチアーとある種の LSD を意味している。当時グレートフルデッドのかつてのパトロンであり LSD 製造で知られるアウズリー・スタンリーは極めて高純度の LSD を開発した。今日、アウズリーまたはアウズリー・アシットの通り名で呼ばれるこの種の超高純度の LSD こそ当時ストリートでブルーチアーと呼ばれて回っていたものに他ならない。 晩年のディッキー・ピーターソン2008年。ありがとうございます。